平野紫耀シンガポールのプチ旅行で反感期。インスタグラムの新たな投稿に期待高まる。東京ナムバーアイの人気メンバー、平野紫耀が10月24日火曜日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、新たな投稿を予告。これにより、ファンたちの期待が高まっています。 ひらの仕様は、インスタグラムを通じて、ファンとのコミュニケーションを保っており、その投稿スタイルが評価されています。平野の仕様。今回のストーリーズでは、平野の後ろ姿が映し出された写真と、次のようなテキストが添えられています。三わ氏くん来る前に人とプチ旅行をシンガポールを行ってきたから明日写真あげようかしらとのことです。 これにより、平野潮はファンにとって楽しみな情報を予告し、彼のシンガポールでのプチ旅行のエピソードに期待が高まっています。平野潮は10月16日月曜日には自身の紙でできた毛玉をストーリーズで公開するなど、日常生活をファンと共有してきました。しかし、 ここ数日はしばらく投稿がなかったため10月25日水曜日に新しい投稿が公開されると約1週間ぶりの更新となります。この期間においてファンたちは彼の次の投稿を楽しみに待っていたようです。SNS 上ではストーリーズがアップされると平夜の投稿を待ちわびたファンから多くの喜びのコメントが寄せられています。 ファンの一部は彼からのストーリーについて次のようにコメントしています。く君から9日ぶりに連絡く君からのストーリー嬉しいよ、からジグヒラインシンガポール、明日が楽しみ、など彼の新たな投稿に期待と興奮が高まっていることが伺えます。ヒラの潮はナンバーアイのメンバーとして活躍する一方、 個人の SNS を通じてファンとの交流を大切にしています。そのため彼の SNS 投稿はファンにとって待ちに待った瞬間となっており、今回のシンガポールでのプチ旅行のエピソードも彼のファンにとって特別な瞬間となることでしょう。平野仕様の SNS をフォローしているファンにとって10月25日は楽しみな日となりそうです。 彼のシンガポールでのプチ旅行のエピソードを楽しみに、新たな投稿を待ちたいと思います。引用、平野市用インスタグラム、アットション H で採用。内容平野市用、ナンバーアイのメンバーとしての活動に加え、個人のインスタグラムを通じてファンとのコミュニケーションを大切にし、その投稿がファンにとって待ちに待った瞬間となっていることを紹介しました。 また、10月24日に行われた新たなインスタグラムストーリーズの更新により、ファンたちの期待が高まっている様子を伝えました。その中で、平野志陽がシンガポールでのプチ旅行のエピソードを予告し、SNS 上でファンたちのコメントが寄せられていることを紹介しました。彼のファンからは、彼の新たな投稿に対する期待と興奮が高まっていることが伺えます。 ひらの仕様のインスタグラム更新は彼のファンにとって楽しみな瞬間であり、ファンとのコミュニケーションを通じて彼の日常生活やエピソードを共有しています。10月24日に行われた新たなストーリーズの更新により、彼のシンガポールでのプチ旅行のエピソードに対する期待が高まっています。ファンたちは彼の次の投稿を楽しみに待っており、 彼の SNS をフォローしているファンにとって10月25日は特別な日となりそうです。平野市用の SNS 更新を楽しみに新たな投稿を待ちたいと思います。